カトリック・ファン・アーン・ホルトは、オランダス・ヘルトー・ヘンボス出身のサッカー選手。スユペルリグ・ガラタ・サライ・ SK 所属。ポジションは、左サイドバック。オランダ代表。同じく、オランダ代表経験を持つレロイフェルはいとこに当たる。キュラソー出身の両親のもと、オランダで生まれる。2007年に、イングランドの強豪チェルシーの下部組織へ入団し、2009年に、 プロデビューを飾った。しかしチェルシーでは満足な出場機会を得られずにローン移籍を繰り返し2012年から2年半はオランダのフィテッセでプレーした。2014年にチェルシーを離れサンダーランドへ完全移籍。サンダーランドではレギュラーとして活躍し2017から18シーズンの冬の移籍市場でかつて サンダーランドでも指導を受けたサム・アラダイスが監督を務めるクリスタル・パレスへ移籍した。サンダーランドへの移籍以後、ファン・アーンホルトは、プレミアリーグ残留レースを左右するゴールを数多く決めている。2015年のエバートン戦では、決勝点となる直接フリーキックを決め、サンダーランドの残留と入荷するユナイテッド、ノリジシティの降格を決めた。 その後も2017年のミドルズブラ戦、2018年のストーク式戦、2019年のハダースフィールド、タウン戦と残留を争うチームとの直接対決でライバルの降格を決めるゴールを3連連続で上げている。2021年7月28日、ガラタサライエスケート3年契約を結んだ。フィテッセでの活躍により、2013年から、 オランダ代表に選出されている。2017年には、キュラソー代表からもプレーの打診を受けたが、この招集を拒否している。ありがとうございます。